はい、今日もうまい酒といい雰囲気の酒場を求めて、さあ路地裏に入りますよ。駅前の焼き鳥一番さんとセブンイレブンの間の通りを奥へ進みます。これをまっすぐ入っていけばお店があるよとマスターに聞いたので、まっすぐ入っていきます。でね、ちょっと分かりにくいのはここです。この太いところを右に行ってはいけません。この水路を左に渡ります。それでまっすぐ奥です。この奥のこの駐車場を抜けて、この奥さらに入りますよ。この金沢はね、電気がすごく明るいんですよね。この電柱のライトが明るくて、なんかその雰囲気を出してますよね。あまり暗い路地裏がないんですよね。まあ、防犯上もいいことだと思います。はい、もうすぐ着きますよ。もうすぐですよ。はい、もうすぐですよ。はい、町の方移しましたね。はい、和風バーが登場しました。バータンポポさんです。ここのマスターはね、一応知り合いで、さあ入りますよ。高岡で私がバーをやっていた時のお客さんでもあります。さあ入りました。どうもどうも。一応モザイクかけてくれということだったので、モザイクかけさせていただきます。モザイク扱いさせていただきます。はい、モザイクかけましたよ。やらしいですね、モザイク。やらしい。はい、奥さん大好きジントニック。このグラスがね、面白い。ピサのシャトーのようにね、斜めになってるんですよ。はい、私はいつものゴディバロック、これを当てに葉巻を吸いますよ。はい、丸い氷いいですね。さあ火をつけるかな。まあこれは葉巻水にとって儀式みたいなもんなんでね、この火をつける瞬間はやっぱたまんないですよね。この葉巻は、前回というかね、ちょっと前に、金沢の片町町の方をうろうろした回があるんですけど、その時に町の中にタバコ屋さんあるんですけど、そこで買った葉巻です。あの日はね、結局バー行ったんですけど、女のお客さんが多くてちょっと遠慮して吸わなかったんで、今日は吸わせていただきますよ。はい、マスターの奥さんがね、タオル持ってきてくれましたね。あ、灰皿か、これはね。この大きい灰皿で吸うのがね、またいいんですよ。こんなにたくさん灰はたまらないんですけどね、こういうものはやっぱり形から入るのがね、やっぱハマるポイントなんでね。美味しそうに飲んでますね。お、チョコレート食べてますよ。ミスさんて系はね、この葉巻を吸うとき甘いものが欲しくなるんですね。まだ食べるぞ。若干葉巻に負けてるかもしれませんね、これは。お、マカダミアナッツですね。生ナッツというやつですね、これは。マカダミアナッツの殻を割って遊ぶんですね。これが置いてあるバーは楽しいですよね。ちょっとしたやっぱこういうアイテムもバーは大事だと思いますね。暇つぶしにもなるし、やっぱちょっとした知識を増やすにも、こういうのはいいアイテムだと思います。お、
セクシーシェイカーですね。ちょっと久しぶりにシェイカー振って遊んでますね、ミスタンテケ。そういうわけにいかないます。これはそろそろシェイカーが振りたいのかな。こうセクシーシェイカーですね。はい、あ、ここ明るくていいね。はい、タンポポさんですね、金沢駅前はバーが少ないんですけど、ここはね、あの穴場でちょっと分かりにくいですが、まあ、それがなおさらバーらしくて、いいと思いました。マスターも知り合いで、また来たいと思います。はい、じゃあ次またどこ行こうかな。はい、それではまた。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。